1462年のリトアニア大公国の地図。最北端の区域がトロペツ公国であった部分におおよそ一致する。トロペツ公国は中世、ルーシュの諸公国の一つである。その領土は比較的狭く、西ドビナ川の上流と、その支流のトロッパ川流域を領土とし、北西の橋はセリンゲル湖に接していた。首都はトロペツにあった。 元は、スモレンスク公国の分離を公国であり、後に、リトアニア大公国に組み込まれた。資料からは、スモレンスク公ロスチスラフの直例の中に、言及されている1159年が、公国の設立年度と考えられている。また、ロスチスラフの遺言によって、ロスチスラフのこのムスチスラフフラブリーに公国を、スモレンスク公国から分離。 相続したのが1168年である年、この年を設立年度とみなす説もある。なお、年代期には、1168年にロスチスラフの別の、このスベアトスラフがトロペツ広告のダッシュを拡索したという研究がある。ムスチスラフ・フラブリーの後は、その子にあたるムスチスラフ・ウダトニーに属した。1214年に、ムスチスラフ・ウダトニーの娘のフェオドシアが、 ヤロスラフと結婚した際に、花嫁の持参金の名目で、トロペツ公国を受領し、後にフェオドシアのこのアレクサンドルネフスキーが、公国の相続人ということになった。13世紀の初め、ポローツク公国、ノブゴロド公国、ウラジーミル大公国等の周辺諸国が衝突した時期には、トロペツ公国は、政治、公益の調停人の役割を果たした。一方、 トロペツ教区は、スモレンスクの北東の教区の一部に格下げされ、また、リトアニアからの圧力を受けるようになった。広告領は、襲撃を受け荒廃し、1320年には、トロペツが、陥落、最終的には14世紀に全域が、リトアニア大公国の支配下へ入った。その後、16世紀初めのロシアリトアニア戦争の終戦協定で、 トロペツを含むかつてのスモレンスク公国の分業公国の領土はモスクワ大公国へ活上された。18世紀の初めにはピョートル一世の改革により、帝政ロシアの行政区画の一つであるトロペツウェズドとなっている。サバイブ。1902-27。ありがとうございます。